どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウムメーカーといえばどこを思い浮かべるでしょうか？個人的には日本を代表するメーカーで真っ先に出てくるのはジェックスと ADA ですね。特にジェックスは、自分をアクアリストだと思っていないライト層の人たちも水槽セットなどでお世話になっているイメージです。かたや ADA はコアファン向けの老舗ブランドで、30年以上の歴史を誇る超高級ブランドです。他にもテトラやコトブキ、日装、須藤、セラ、エーハイム、オアーゼなどなど、海外メーカーも合わせるとキリがありません。ただそんな名だたるメーカーくらい老舗だけど、メーカーのくくりに入るか入らないかわからない感じのところがあるんです。それがチャーム。正直メーカーであるか否かの明確な線引きの仕方を知らないので何とも言えないんですけど、個人的にはチャームも自分のブランドを持っている劣気としたメーカーだと思っています。最近45周年も迎えてましたしね。チャームといえば、大きな実店舗を複数構えるオンラインショップというイメージの方が多いと思いますが、オリジナルブランドであるアクロシリーズや株式会社リーフというところから出ている独自商品なども多数販売されています。アクロシリーズに関しては言わずもがな、安価でスタンダードなオールガラス水槽から透明度の高いちょっとお高めの水槽、そして何より初心者は一度は憧れたことのある LED ライト、トライアングルシリーズなどが代表的です。またチャームを除くと高頻度で目にする株式会社リーフというメーカーも、おそらくチャームオリジナルのブランド商品を扱っていると推察します。こちらの会社を検索すると、チャーム館林店がある群馬県に所在地があり、 Google ではチャーム倉掛倉庫と記載されています。株式会社リーフのホームページもあったので覗いてみると、取扱店舗がチャームのみとなっているため、事業自体は別かもしれませんが、実質チャームオリジナルブランドと思って差し支えないと思います。そういった独自商品を展開していることも鑑みて、自分の中でチャームはアクアリウム国内メーカーの仲間入りをしていると考えているわけです。基本的にチャームはアクアリストが安価で欲しそうなやつを狙い撃ちして自社開発してくれてる気がするので、庶民派アクアリストの皆さんには本当に心強い味方です。他メーカーの用品も安価で手に入るため、まさに無敵。そんなアクアリスト御用達のチャームなんですが、とあるメーカーがチャームの商品を意識している気がしないでもない、もしかしたら気のせいかもしれない商品を出してきたんですよね。そのメーカーはどこかというと ADA です。あの天下の ADA がチャームに対抗とはどういうことなのか、今回は両社の商品を購入してきたので、そちらを徹底検証し比較していきたいと思います。果たして両社の商品とは何なのでしょうか。ちなみに ADA がチャームを意識しているというのは自分の妄想であり、似ている商品をこの動画で勝手に両者が意識していることにして戦わせるだけです。というわけで早速今回紹介していく商品をお見せしていきます。それがこちら、チャーム極細ルーツウッド 50g、 価格は600円。こちらは自分が動画でも大々的に絶賛していた枝流木の美味しいところを詰め合わせたお得パックです。もともとはワンコインで購入することができていたんですが、大人気商品につき600円になってもすぐに在庫がなくなってしまうほどコスパが高い商品です。基本的にグラム単価で流木を売るのは珍しいですけど、流木自体はそこまで重くないので、 50g という字面以上に結構量が入っています。ちなみにこの商品、初期ロットからだいぶ品質に違いが出てきており、自分が当初購入していたものとは全く別物になっているんですが、今回は今現在入手できるものと比較したいので、改めてこの検証のために買ってきました。初期ロットのルーツウッドがどんなものだったか知りたい方は、概要欄に動画リンクを貼っておきますので、そちらを見てみてください。というわけで、そんなコスパが高すぎる枝流木がチャームから販売されたんですが、そこからしばらくして ADA からも似たような商品が登場しました。と
それがこちら ADA ルートブランチ、価格は680円。こちらは ADA が去年販売開始した小型水槽やパルダリウムに適したレイアウト素材の中の一つです。名前からしてもだいぶ似通っていますが、こちらも流木の枝のところだけを剪定してパックに詰めたお得パックです。ちなみに価格に関しては購入店舗によって若干のばらつきがあると思われます。この価格が安いのか高いのかはお近くのショップに寄ってみて確認してください。両者の枝流木を並べてみるとこんな感じ。袋詰めされた枝のみの流木で、なおかつ価格も同じくらい。見た目もそこそこ似ているし、なんなら枝の量もそこまで大差ない見た目をしていますね。正直これはなんか意識しているんじゃないかなと思わざるを得ない感じです。真相は神のみぞ知るですが、こうやって並べてみるだけでも類似しているところが多いということが分かっていただけるのではないでしょうか。ちなみにチャームのルーツウッドが販売され始めたのは一昨年の12月末で、 ADA のルートブランチが販売され始めたのは去年の10月末です。ということはチャームの方が10ヶ月早かったわけですね。これは ADA 側が意識しているという構図になります。それでは実際に開封してみて、チャームと ADA の違いをしっかり見ていきましょう。まずはチャームから。開封してみると以前購入したものとはだいぶ違う感じの質感になってました。見た感じ極細のが数本に、結構太めのものが数本、そしてそこに紛れて若干素材が違いそうな枝が1本。正直以前のガチ極細の流木が詰め合わさったものの方が好きなんですが、逆にこうやってバリエーションがあった方が使いやすいという人も多いかもしれません。色味はチャームで取り扱っているルーツウッドとほぼ同じ暗めの茶色です。おそらく素材は同じなのではないでしょうか。続いては ADA のルートブランチ。見た感じこちらの方が素材のばらつきはないように感じます。枝のうねり方は当たり前ですが違いますけど、長さや色味に関してもだいぶ統一されています。ルートブランチという名前の通り、ADA が販売しているブランチウッドに似ていますね。どちらかといえば明るい色味をしているため、良くも悪くも存在感が出てくるのではないでしょうか。まあ水に入れればどの流木も色味の違いはそこまで気にならないので、あまり深く考えなくてもいいと思います。しっかり品質を揃えられた中にめちゃくちゃ細いやつが数本紛れているのも面白いですね。そんな感じで実際に見比べてみると結構違うチャームと ADA の枝流木。結論から言うと好みの問題ってことにはなるんですが、それでは面白くないですし身も蓋もありません。ある程度定量化しないと参考にならないので、続いては実際に両者どれくらいの本数が入っているのかと ADA の流木の重量を見ていきましょう。まずはチャームのルーツウッドから。本数はこんな感じで合計16本ありました。もっと多いかと思っていたんですが、まあ 50g くらいならこんなもんなんでしょうね。当たり前ですが全てが全く同じ本数入っているとは限らないので、参考程度にお願いします。この感じだと10から20本くらいで収まりそうです。続いて一応グラムも測ってみます。漁病薬を測るためだけに購入した小数点第2位まで測れるキッチンスケールで測定します。というわけで合計 52.44g。 さすがチャーム、交渉値よりもしっかり多めに入っていました。正直枝流木の重さ測るのなんて僕くらいの変人しかいないと思うんですが、ここら辺もちゃんとしてて好印象。というわけでチャームの極細ルーツウッドはだいたい16本入ってて 50g より若干多いという結果になりました。続いては ADA ルートブランチ。本数はこんな感じで15本でした。意外とチャームとほぼ同じでしたね。見た目はチャームの方が入ってそうでしたが、そこまで大差ないといった感じ。逆に店頭で見かけた感じからするとそこまで品質にばらつきもなかったので、こちらの方が本数の差も少なそうです。続いては気になる重量。結果はちょうど 35g。
結構軽いですね。本数があまり変わらなかったので重さも同じくらいかと思っていましたが、重さはチャームの7割程度といったところ。ただ流木なんて重さはどうでもよくて、何本入っているかが重要であるため、別に軽いからといって劣ってるわけではありません。どちらも基本的には接着して使用することを想定されているので、比重が軽く浮くことは特にデメリットにはならないですからね。というわけでいかがだったでしょうか。今回両者の流木を検証してみて、思った以上に似通っていることが判明しました。まさかこういった商品が ADA から販売されるとは思わずびっくりしましたが、なかなか手に入りにくい枝状の流木がこうやって安価に流通するのはとてもいいことです。 ADA がチャームを意識しているにしろしていないにしろ、市場は競争が生まれることによって消費者に有利に働くんだなぁとつくづく思います。価格に関しては若干 ADA の方が高いですが、品質に関してはやはりさすが ADA といったところなので、好みに合わせてどちらを購入するか検討してみてください。個人的にはチャームの当たり障りない流木の色も好きです。 ADA のブランチュートと合わせるならルートブランチの方が合いそうですけどね。そこら辺は合わせる素材のことも考えた方がいいかもしれません。こんな感じで今後も気になった商品を比較検証しつつレビューしていくので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。というわけで今回はここまで。